関門海峡周辺の空中写真。2009年4月29日撮影の240枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成航空機内から撮影した関門海峡。上が下関市、下が北九州市も軸。関門海峡を望む夜景手前は下関港本港地区。 その奥に、三菱重工業下関造船所、造船所左は船島手前の水路は、本州と彦島を隔てる小瀬と、左奥に、関門海峡を挟んで、北九州市が見える、関門海峡は、日本の本州と九州を隔てる海峡。名称は、両岸の地名である、馬館の、関と、文字の、門を取ったものである。穴なと海峡、馬館海峡、 下関海峡とも称された。最深部は水深47メートル。潮流は大潮で最大10ノットを超えることもある。通過時には4ノット以上の速力を維持することが義務付けられている。本州と九州を隔てる水路を大瀬戸といい、彦島と本州を隔てる水路を小瀬戸、または小門海峡という。大瀬戸の幅が約600メートルまで狭まる段の裏と、 若め狩りの間は早友の瀬戸という。一般には、大瀬戸の下関と北九州下宿の間を関門海峡と呼ぶ。なお、海運業界では、下関市彦島の周囲を迂回する形で、下宿小倉北区と畑若松区に抜けるルートが、関門航路イコール関門海峡との認識である。2017年、山口県下関市と福岡県北九州市に、 またがる42件が関門ノスタルジック海峡寺の停車場近代化の記憶として日本遺産に認定された。関門海峡周辺は1895年より下関要塞司令部が設置され、下関要塞として関門海峡を第二次世界大戦中には行き要塞、津島要塞と共に朝鮮海峡全体を防衛していた。 太平洋戦争の末期には、アメリカ軍による、飢餓作戦の一環として、B29 による、機雷敷設が行われた。日本近海に投下された機雷は、推定1万千個とされ、そのうち半数、近い約4,990個が、関門海峡に集中的に投下されている。効果は抜群で、1945年3月には1日7万トンの、 船が通過していた海峡の通行量は、同年6月には1、42減少した。それでも、終戦までに113隻が触来している。戦後の掃海作業は1960年代まで集中的に実施されたほか、2010年代においても、春節工事などで散発的に見つかる機雷を海上自衛隊、下関基地隊が処理している。現在も、 約1700個が未処理であると推定されている。戦前、戦中の関門海峡については、下関要塞も参照。関門橋の直下を航行する、船舶両岸を結ぶ小型船は、行き交う大型船の間を縫って航行している。陸上交通の一端を担う関門橋航路として、使える海面の幅は、最強部で約500メートルに過ぎず、S 字に屈曲して、 見通しが悪い上に潮流が早く、岩礁や暗礁も多い。遭難は絶えないが、古来、本州と九州及び、日本とアジア大陸を結ぶ、重要航路であり続けてきた。漁業も行われている。近現代においても、工業地帯の集中する瀬戸内海沿岸と、東、シナ海を挟んで、中国や韓国などとの往来には、近傍に適当な海路がないことから、 関門海峡の通過が不可欠であるなど、重要な航路の一つとなっている。1日に行き交う船は、約1000隻で、後実のように、関門海峡海上交通センターが完成している。国土交通省九州地方整備局の推計によると、日本の港湾から輸出される、年間貨物総量の13%が、関門海峡を通る。海峡の狭さ、潮流の速さ、向き。 船舶通行量の多さ、航路の複雑さから、日本国内に7カ所設置されている、海上交通センター、関門、マーチスが置かれている。なお、海峡を通過する船舶は、水先案内人の同乗が義務付けられている。さらに、潮流放送、潮流信号所、自動船舶識別装置が設置されており、潮流による事故を防止するための情報提供が、されている。 関門海峡を含む全長約5 0トルの区間が全国に15カ所ある開発保全航路の一つ、関門航路に指定されており、国土交通省九州地方整備局が整備を行っている。2016年時点の航路の推進は1 2ルで、船舶の大型化に対応するため2034年完了予定で推進1 4ル化事業が行われている。 春節と油回収に機動的に対応するために専用の船舶である海昌丸が九州地方整備局関門航路事務所に配備されている。海峡を横断する航路は本州と九州を結ぶ陸上交通がない頃は主要な交通機関であったが、それらが共用された後は両岸を結ぶ限定的な交通として機能している。また、遊覧目的の観光利用も見られる。 海峡の狭さがゆえに、比較的早い段階から海底トンネルや橋が整備され、現在、海底トンネル3本、橋1本の合わせて4本のトンネルと橋梁が、本州と九州をつないでいる。その走りといえる1942年の鉄道トンネル開通、1958年の国道2号のトンネル開通に伴って、鉄道や自動車により頻繁に往来が行われるようになった。 以降、海峡両岸は強力に結びつけられ、下関市と北九州市並びに、両市の周辺地域は、海峡をまたいだ、関門都市圏と呼ばれる一つの都市圏を形成している。一方、九州への鉄道や道路は、関門海峡以外にないため、一度災害や大事故が発生し、鉄道や道路交通が海峡間で使用不能になると、その影響は測り知れない。 海峡が狭く、潮流も早いため、タンカーや貨物船などの事故が発生し、他の船舶の運行に支障をきたすことがある。国道2号関門トンネルでは、交通事故が発生すると通行止めとなることがあり、この場合は関門橋が迂回路となる。また、関門橋は、強風などの気象条件により、通行止めや速度規制が行われることがある。また、 関門鉄道トンネル内で車両故障が発生したことにより道トンネルが不通となる事例や当該列車内の乗客が長時間にわたり閉じ込められる事例が発生している。また関門トンネルの大規模工事による長期通行止めの際に台風等により関門橋が通行止めになったり、 鉄道が運転見合わせになることによって、九州地方が事実上孤立状態になることもある。1900年に発表された大和田武木作詞の鉄道昇華第二集山陽九州編では、文字、下関と関門海峡を26番から30番までの5番で歌い込んでいる。なおこの当時山陽本線は、施設鉄道の山陽鉄道の路線であり、さらには、 路線も、下関まで開業しておらずサンタジリ駅が終点で、九州へ本州から渡る客はその手前の、徳山駅から航路で、文字に出ていた。ありがとうございます。